皆さんこんにちは、ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。ですね、ちょっと今緊急で動画を撮っております。皆様に重大発表が実はございます。乾物ひものテレビ出演が決まりました。テレビ局は FBC さんです。福井のローカル局の FBC さんですって。番組名が朝だよハピネス福井という朝だよなので、朝7時からのね、ちょっと早いんですけど7時からの、番組の1コーナーにね、ひものが出させていただくことになりました。しかもですね、こちらの番組、そのVTuber の特集というかそういう感じではなくて、本当に福井県がなんかそういう事業とかをね紹介する番組でして、実は私去年のね夏に福井県の助成金に受かってるんですよ。新事業チャレンジステップアップ事業という、そうですね、福井県からこう世界福井県から世界へのトップシェアを目指す、そんなね事業者のための助成金にですね、実は乾物ひものを去年ライブ 2D 事業でちゃっかり受かっておりまして、それで防音室を購入したんですけれども、今回ねその事業者としての取材なので、めちゃくちゃガチです。めちゃくちゃガチに真面目にライブ 2D の事業について乾物ひもの取材していただきました。まだ実は今日ついさっき取材していただいたところなので、もうまだちょっと緊張が取れてなくて心がふわふわしてるんですけど、本当にね丁寧に取材していただいたので、まだオンエアがねどんな感じになるかわからないんですけれども、よかったらまずはね、7月31日の朝7時から、日曜日の朝7時から番組がございますので、福井県在住の方はリアルタイムでよかったら頑張って早起きして見ていただければなと思います。それで残念ながら福井県以外の方はちょっとリアルタイムでは見れないんですよ。それで残念だなって思っている方に朗報です。なんと8月1日以降 FBC さんのホームページにて世界中の方が見れるようになりますので、よかったらねリアルタイムで見れない方もね、それで見ていただけたらなと、ぜひね一人でも多くの方に見ていただけたらなと思っております。なんかね私細かい裏話とかはこの放送が終わってから言いたいななんて思ってるんですけど、私なんかねちっちゃい頃から福井県で有名になりたいっていう夢がございまして、なんかこう福井のテレビに出たいみたいな夢がございまして、FBC さんもね本当小学生の頃から見てるテレビ局なので、本当にねめちゃくちゃ嬉しくて未だに心が浮ついてるんですけれども、よかったらね見ていただければなと思っております。ということで乾物ひものからの重大報告でした。実はですね7月、まだまだ重大発表がすぐにはね報告できないかもしれないんですけど、ちょっといろいろとね裏でいろいろと進んでますので、よかったら楽しみにしていただければ幸いです。それでは今後ともよろしくお願いいたします。乾物ひものでした。バイバーイ。